にちは、のぶです。では、595日目、ネクロールチャレンジ連続15回、今日もやっていきたいと、ネクロールやっていきたいと思います。では、先日、新記録12回ということで、まあ、できたんですが、やはり、まあ、全体的な底上げというか、うん、一発屋じゃなくて、絶えず、こう、なんだろうな、土台の方もしっかり、レベルアップしていければなと思います。ということで、ボールのキャッチするとき早くキャッチするというところと、丁寧にボールを上げる、体の正面でボールを上げるというところ、ボールをよく見るというところ、この辺のところを意識してやっていければなと。そして後半になるとそういう意識が薄れてしまうので、そういう意識を絶えずこう意識薄れないように、ね、やっていければなと思いますので、今から5分間やっていきたいと思います。では早速いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 101 102 103 104 104 105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 
今日は4回行くら5回は行かない。今日は5回が、4回は行くんですけど、5回がね、結構失敗する可能性がありました。なので、まあそうですね、キャッチがうまくいかないっていうのは、やっぱりボールをこう肩から離すタイミングがちょっと遅いんですよね。ちょっと意識が薄れてましたね。それでボールがこう斜め上にこう上がってしまうので、キャッチも不安定になってしまうというような感じでしたね。ということで、まあ次も次もまた諦めないで頑張りたいと思いますので、またやっていければなと思います。はい、ということで、今日はご視聴本当にありがとうございました。また次の動画でお会いできれば僕も嬉しいです。ということで、ありがとうございました。さよなら。